今日はですね、オール阪神巨人師匠が宮崎でライブをやられるということで、それのゲストにお呼ばれしましたので、朝8時の飛行機で宮崎県に参ります。宮崎は結構久しぶりですね。なかなか行くチャンスがないんですけれども、前回行ったのが確か広島カープのキャンプのロケですね。それで宮崎日南の方に行ったんですけど、これ宮崎空港着いたら福田ですよ、福田という人がの後ろ姿を捉えることに成功しました。細いです、子供の背中。そして宮崎空港から劇場に到着しました。おはようございます。おはようございます。どうなしようっていうの忘れたよ。舞台どうなしてかみたいな。おはようございます。お願いします。おはようございます。師匠に挨拶しまして、我々の楽屋に入ります。わあ、すごいすごい。阪神巨人ハンカチや、これは嬉しいな。で、今回のライブがですね、吉本興業110周年感謝祭、笑ってください、オール阪神巨人ですというライブでございます。2回回しです。これは2回目のスケジュール表ですが、まずオープニングがあって、蛙亭、和牛、プラスマイナス、笑い飯、チュートリアルがネタをしまして、最後大鳥、オール阪神巨人師匠が漫才をされて、トークコーナーがあるというライブです。そしてこういう大師匠のライブにはですね、この地元のお菓子とかたくさん、これケータリング集まって豪華な感じになります。ありがたいですね。棒チーズね。ちょっと選べへんな。こんだけあると。一番のおすすめは、おすすめどれですか？私これがおすすめです。ちょっとお取りしますけれども、なんか蒸しパンみたいな感じなんですけど、甘いのがお嫌いじゃなければ。甘いの好きです。基本的に甘いですけどね。まあそうですね。これも気になるな。出て比べしてください。なんでそんなこぼした。あ、ちょっとじゃあチーズ饅頭もらいます。はい。あ、チーズ饅頭がそうなんです。推しなんですか？チーズ饅頭というものが伝統のお菓子で有名でして、いろんな形の、これもチーズ饅頭なんですけど、いろんなお店がいろんなタイプ。あ、ほんまや。ありがとうございます。チーズ饅頭いただきます。ちょっとびっくりしましたね。これ中に結構がっつりチーズが入ってますね。周りはこう本当に蒸しパンみたいな感じで、レーズンもちょっと入ってますね。美味しいです。この蒸しパンの感じとこうがっつりチーズ、クリームチーズがすごく合いますね。さあ、そしてライブ始まりました。これなかなか見ることができません。師匠が舞台に上がっていく背中。こんにちは。どうも。ありがとうございます。大阪の社長です。こんにちは。ありがとうございます。どうもありがとうございます。分析がないとき。もう本当に完璧、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。本当に。超満員の大盛況で1回目終わりまして、我々もネタを終わりまして、お昼ご飯いただきます。やっぱチキン南蛮ですね。はい、チキン南蛮です。よし。お箸が。お箸。ありがとうございます。あ、味噌汁もらおう。あ、すいません。じゃあ、ごめんなさい。先ほどチーズ饅頭は召し上がりました。美味しかったです。あんながっつりチーズ入ってるんですね。はい、もしよかったら他にも種類があるので。はい、すいませんね。緊張しました。入れるだけなのに緊張しました。普通に作ってます。貧乏症だから。ありがとうございます。それ大事ですね。これで混ぜてください。ありがとうございます。チキン南蛮弁当の
最高のお供になると思うので、ね、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。昼毛を差し出すときにあれ以上の素敵な言葉があるでしょうか。とりあえずいただきます。チキン南蛮、やっぱり宮崎といえばチキン南蛮ですね。でスパゲティやってね、でハンバーグまでついてます。豪勢です。でこれやっぱタルタル、やっぱこう普通の東京で食べるあのチキン南蛮弁当とかのタルタルよりもね、やっぱかなり本格的ですね。さすが本場。そしてこう焼き野菜、オーブンで焼いてるやつかな、焼きグリル野菜ですね。やっぱこう本場はやっぱお弁当のチキン南蛮もね、タルタルにはこだわってますよね。そして最高の音も広げ、くーうまそうですね。あ、 LINE 来ましたね、こっちでね。あーうまそう、うんうんうんと。白飯がっつりですね。チキン南蛮はやっぱりもう白飯いってしまいますよね。白飯をこのあの普通のおかずよりも放り込んでしまう。僕いつもこんなに白飯放り込まないです。人おかずに対して人白飯はあんなに多くないです。でこのスパゲティのね、結構ね量ありますよね。このスパゲティ、付き合わせのスパゲティがね、付き合わせのスパゲティみんな好きだよねっていう、分かってくれてます。ハンバーグも美味しい。でもハンバーグも白飯がっさりいってしまうパターンのおかず、メガネ曇っておりますね。そうだからチキン南蛮もやし、ハンバーグも白飯進む系のおかずなんで、これはね炭水化物がっつりいってしまいますね。で食後にあのもう一種類のチーズまんじゅうも行ってしまいました。これさっきのは蒸しパンみたいな感じでしたけど、こっちはね割とちょっと側が固めなんですよね。がっつりチーズ入ってるのは一緒なんですけど、ちょっとこうカントリーマーム的なこのちょい型の感じでね、クッキーっぽくて、僕はどっちかちょっとこっちの方が好きやったかな。でライブ終わりました。2回終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ました。ライブが終わりまして帰りの空港です。でですね、飛行機が飛ぶ時間まで1時間半ぐらいあったので、ちょっと早いですが夕食を食べようかということで、空港内をちょっとうろうろレストラン物色してましたらですね、いや嘘つけ、興味ないやろお前。いやめっちゃ見てるけど。いや、あります、あります。素敵な絵だな。見てください、この心が現れるような視線。いや、素敵な絵やけど、興味ないよ、そんな食い入るように見てるけど。意外と好きだったり。あ、そうな。中野くん、可愛いですね。さあ、そして、お寿司屋さん、寿司どころわたつみというお店に入りました。はい、こちらでよろしいですか。こちら伊勢エビが水槽の丸々一匹になりますね。あとは握りお刺身、はい、と飲み物のメニューですが、飲み物いかがしましょうか。ノンアルビール、ノンアルコールビールで、はいはい、さあまずはノンアルビールを注文しました。まあ、あの仕事全部終わってるんでね、あの普通のビール頼んでもいいんですけど、私あんまり早い時間からビール飲むとなんかしんどくなる体質なもんで、ノンアルビールにしときました。でこれあの動画上ねずっと食ってるみたいな感じになってますが、時間は空いてますんで仕事もしてますんでね。さあノンアルビールやってきました。いただきましょう。はい、決まりましたら、はい、そうなんだ。最近のノンアルはうまいですね。もう全然これでいいです私。さあメニュー見ましょうか。ね、一応握りね7貫とか6貫とかね、そういうのもあります。ほんでもちろん1貫1貫お好みで注文することもできると。丼物バッテラなんかもあるんですね。一品もありますね。
で本日のおすすめが伊勢エビ、タチウオ、ホッキガイ、赤酢エビ、アオリイカ、クエ、クリームチーズ、西京漬け、ゲッソ。何を注文しようかと。すいません、車エビと車エビと穴子と、あと黒ヒューガサーモン。普通のサーモンになりますね。あ、そうなんですか。あと、じゃあ、アジ。アジ。はい。こちらにグリテンですか。はい。一貫です。はい。あと、イカも。イカ。はい。車エビとアナゴを序盤に頼むという、なかなか、飛ばし気味の滑り出しですが、奥日向サーモンっていうのもね、なんか気になったんですけど、今度食べてみたいですね。でこの突き出しのなんかイカとキノコのやつね、ブロッコリーと、これね、ちょっとガーリックの風味が効いててね、ちょっと意外でしたね。ちょっとお酢系のやつかと思ったんですけども、案外このお寿司屋さんにしては珍しくガーリック風味が効いておりました。ちょっとそれにしても奥日向サーモンが気になるんですけども、誰かご存知の方コメントください。あ、どうも。さあ、しょっぱなやってまいりました。アナゴ、アナゴいいですね。アナゴのアナゴスタート、贅沢なスタートです。宮崎のお寿司のアナゴどんな感じかと思ったんですけれども、割とこれ本当ふっくらでね、でタレの味は割と控えめ、アナゴ本来の味を味わえるという感じのアナゴと、すんごい美味しかったですね。そして続いてが出ました、アジ、そしてイカ。今回ね、今日はおすすめアオリイカって書いてましたんで、アオリですね。グイッとノンアルいきまして、って言ってる間にもエビの方もね、車エビもやってまいりまして、頭のところはこう唐揚げにしてもらっていただいておりますね。イカ、大人になってからイカなんだかどん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 好きになってきますね。これがね、すんごい柔らかかったですね。イカも割と歯ごたえのある系のイカもあれば柔らかいのもあるんですけど、これは本当すんごい柔らかくてねっとりとした本当に美味しいイカでございました。続いてアジ、ちょこんとわさびが乗っていますね。もうやっぱりアジもこの序盤には欠かせないですね。やっぱりね、アジ美味しいですね。アジって安いのに美味しいっていう、サバと並んですごく有能な魚ですよね。ありがたいですね。ノンアルグイット。そしてエビの頭、このエビの頭をちょっと頭のところは素揚げしておきましたっていうのを言ってもらった時に、お寿司屋さん来てよかったなっていうふうに思ったりします。白身なんですか。あ、じゃあ白身と、じゃあアワビで、はい、さあ行きましたね。白身と、アワビ行きましたけれども、これ今大将に白身なんですかって聞いたら、アラですねっておっしゃいましてですね、このアラ、今車エビをその間に言っております。このアラっていうのがですね、高級魚でアラっていう魚があるんですけれども、これややこしいのが、九州ではですね、このクエのことをアラって言うんですね。メヒカリの唐揚げください。はい、で九州では、アラのことをクエって、クエのことをアラって言ったりもするんですね。で、今日のおすすめの中にですね、クエって書いてたんで、おそらく大将が言ったアラですねのアラっていうのは、本来の魚のアラではなく、九州でいうクエのことを指すアラだと思います。でその間にメヒカリの唐揚げ注文しました。メヒカリもですね、この辺とか、あと鹿児島なんかではすごくもう郷土料理として有名ですが、鹿児島とかのメヒカリのお作りとかね、すごい美味しいんですよね。で唐揚げ今回は頼みました。あ、来ましたね、アワビと
これ白身ですね、これアラですね、おそらくクエだと思います、まあ、どちらにしても高級魚です。でこのアワビがですね、この、ま、海苔で帯になって巻いてあるんですけど、ああもうすごい、もういろいろ来てる。あ、これがメヒカリの唐揚げです。メヒカリの唐揚げ、メヒカリがちっちゃくて可愛いですね。ちょこちょこっとレモン絞って塩つけていただくと、まずはメヒカリから、あ、じゃあアワビからいきましょうか。このアワビが、アワビのですね、いろんな部分をまとめて、で海苔で巻いてもらってるんですよ。なのでこのね、肝のとこがちょっと入ってたりとか、こう味わいがね、アワビ全部の味わいが混ざり合って、シャリと混ざり合ってすごく美味しい。これ美味しかったですね、すごく、とても。でメヒカリにレモンを絞りましてね、鹿児島では食べたことあったんですけど、宮崎でメヒカリ食べるの初めてですね。丸ごと頭だけ取って唐揚げにされてますね。これうまいんですよね。メヒカリがまたこのなんか可愛らしい味わいというか、そう、なんか他の魚で例えるとちょっとこうししゃものような味わいに似てるかなと思います。美味しいですね、ほんと。塩が、レモンと塩がよく合って、メヒカリすごく美味しいです。これね、日本酒でも飲んでたらね、酒進んでしょうがないパターンの一品ですね。でですね、皆さん、お気づきかと思いますが、途中からですねピントが終わっております、申し訳ない。でですね、そろそろフィニッシュを迎えようかということで、あと2種類ぐらい頼もうかと。宮崎牛の握り、はい、これヒレかロースかね、選ぶんですか。そうですね、はい。じゃあロースで、ロースを1貫です。あと、はい、いくら、いくら、はい、以上です。はい、はい、します。これね、最後はやっぱりトロ頼んでなかったので、トロ行こうかと思ったんですけれども、今回やっぱり宮崎牛の握りっていうのがあったので、せっかくなのでトロの代わりに宮崎牛の握りを、注文しまして、あとやっぱイクラ大好きなんで、イクラ。遅くなりました。はい、どうも。これタレをつけてますんで、そのままで、ままで、はい。どうでしょうか、この宮崎牛の握りロース、綺麗ですね。多少炙ってあって、でこのチップ、ニンニクのチップですね、これがいい感じにこの風味が効いて、トロの代わりどころかそれ以上の役割を果たしてくれました。あとはイクラ締め、やっぱでもね、やっぱ子供の頃からやっぱイクラ好きなんですよね。まあ、今回こういう流れ上イクラ締めとなりました。イクラ締めはなかなかないですけどね、美味しいですね。やっぱり結局イクラうまいなっていうね、イクラ丼とかも美味しいですもんね。大満足の宮崎の空港寿司、ごちそうさまでした。そしてですね、帰る時にですね、ちょっと僕ってこれね、冷や汁、これ大好きなんですよ、宮崎の郷土料理。これ冷や汁大好きで、ちょこちょこ家で作るんですけど、それでせっかくなんで買って帰ろうと思って、東京でもね、別にスーパーで夏場なんか買えるんですけれども、秋に入るとね、もう季節が、夏が終わると売ってないんで、ぜひとも買って帰ろうということなんですが、この冷や汁もね、いろんな種類あるんですよ、やっぱ地元宮崎なんで。どれにしようかな。これなんかは宮崎観光ホテルさんが出してるやつであったりとか、これなんか立派な箱に入ってますね、いろいろあって。あとなんか、タイの身が入ったやつとか、なんかいろいろ、こういう普通のね、レトルトのようなパッケージに入ってるやつもあるし、まあこれやったら持って帰りやすいから、これにしようかなと思ったんですが、せっかくなんでこの
宮崎観光ホテルさんが出してるこのなんか立派な箱に入ったやつ、これを買って帰りました。楽しい宮崎の営業でございました。ありがとうございます。